ケリー・マリー・トランはアメリカの女優。2017年公開のスター・ウォーズ最後のジェダイに出演し、広く知られるようになった。1989年1月17日にカリフォルニア州サンディエゴに生まれたベトナム系アメリカ人。両親はベトナム戦争後にアメリカに移住したベトナム難民である。トランはベトナム語ではちゃんと発音するが日本のメディアでは 英語表記をアルファベット読みしたトランと表記される。サンディエゴのウェストビュー高校からカリフォルニア大学ロサンゼルス校を卒業。短編映画や TV シリーズに出演後、2015年にスターウォーズ最後のジェダイのローズティコ役に抜擢され、2019年公開のスターウォーズスカイウォーカーの夜明けにも同役で出演した。スターウォーズ 最後のジェダイに出演した際、インタビューで、スターウォーズのファンだったかって、実は違うの。高校の授業の時、エピソード4を見せられたんだけど、何とも思わなかった。と答えている。スターウォーズ、最後のジェダイは、商業的に成功したものの、その賛否が分かれる内容やキャラクター設定から、インターネット上でのヘイトスピーチが問題となった。この騒動は、 ケリー・マリー・トラン個人に対しても飛び火し、ウーキーペディアにある記事で、彼女が演じたキャラクター、ローズ・ティコの名前を、チン・チャン・ウィングトンというアジア系の別称に改変する、嫌がらせや、ハイル・ヒットラー、私がどうして、SW のようなグッドムービーにキャストされたのか、わからないわといった役者としての姿勢を茶化す書き込みが、された。また、彼女の SNS の個人アカウントに、スレンダーな、 韓国系アメリカ人女優と彼女の太った体格を比較する投稿など、誹謗中傷のコメントが殺到した結果、2018年6月には、インスタグラムのアカウントの投稿を全削除するまでに発展し、ライアン・ジョンソン監督らも遺憾の意を表明した。ありがとうございます。